こんにちは、谷岡ゆまです。今日は嵐山に来ています。渡月橋を、これからおすすめのスポットをいっぱい紹介していきたいと思います。今日のお昼はざるそばになります。そしてなんとなんとこんな絶景が見えます。渡月橋も綺麗に見えます。贅沢にここで食べちゃいます。